さて今度はどこのスーパーに行こうかな。夜はいつもと違うスーパーに行こう。ついでにいつも買わないものも買って、いつも食べないものを食べて、偏りのない人間になろう。さて次のスーパーはどこにしようかな。地図アプリで検索。よし、ここにしようか。共同自然食品センター、世田谷区共同にやってきましたよ。さて何を買おうかな。大沢の発芽玄米豆乳きのこリゾット、きのこのうまみたっぷり有機活性発芽玄米塩、大沢の野菜ブイヨン塩、化学調味料不使用、動物性原料不使用ということでございます。米飯類、発芽玄米豆乳リゾット、原料は有機発芽玄米国産、豆乳、野菜、玉ねぎ、えのき、とうもろこし、まいたけ、マッシュルーム、野菜ブイヨン、ワインなどなど、などなど、大沢ジャパンというところが作っている東京都目黒区東山で作って、あそこの会社が販売をしていて、製造は小島フーズ名古屋市の南区にあるんですね。なるほどなるほど。大沢の豆乳きのこリゾットなんですね。製造者は大沢ジャパン株式会社ということになっているので、こっちの方のネットを調べてみましょうかね。これはグラタンの写真かな。大沢ジャパン、食で変わる心と体、マクロビオティック始めませんか。マイクロビオティックってなんだろう。ネットで調べてみると、誰かさんが考えた引用論を交えた思想なんですって。個人的にはあんまり深入りはしたくないような話になってきたな。要するに漢方薬とかああいうのに近いのかな。どうなのかな。マクロビオティック食品の商社、桜沢なんとかの海外での愛称ジョージ大沢の名を受け継ぐ大沢ジャパンは1945年の創業以来、マクロビオティック食品の流通の核として全国の自然食品店やスーパー、レストラン、カフェ、薬局、料理教室、通販業などに最高の品質基準を守った商品を販売していますっていうことなんですね。なんか研究者でもあるし、起業家でもあるし、いろいろやっているという、そういうイメージが伝わってきますね。戦後に誕生したんですね。で、設立は1969年。なるほどね。なるほど、なるほど。
沢の発芽玄米豆乳きのこリゾット、うん、なるほど。特徴は野菜ブイヨンで味付け、きのこのうまみたっぷり、クリーミーな味わいのオイル。 なるほど。やっぱり有機発芽玄米っていうところがね、初めて見る素材だなって僕は思いましたね。有機発芽玄米とはネットで調べてみると、玄米が発芽した状態のもので、栄養的にはタンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富なんですってね。詳しく見ていくと、食物繊維、ビタミン B1、ビタミン E、オリザノール、フェルラ酸、フィチン酸などなどなどが増えていると、とのこと。ストレス軽減作用のあるギャバも多く含まれているんだってね。なるほど、なるほど。ストレスなんかにもいい食べ物なんですね。現代社会人でストレスを抱えている人が多いので、そういう人たちにもってこいの食品なのかもしれませんね。281円、まあ一食分の食材として見ればいい値段設定だと思います。まあ後で食べてみたんですけどもね、まあ一食分としてはちょっと足りない量かなとは思いますが、まあ食べ過ぎの人にとってはですね、ちょうどいい量のダイエット食にもなるんではないでしょうかね。まあ栄養バランス的にも整っているし、まあたまに食べるならいいかなという感じでございましたね。普段食べ慣れている食事よりも、どっちかっていうと薄味で、まあ健康食という、そういうイメージが伝わってきた食事をこの商品で僕は取った印象がしましたね。そういうわけで今回は共同自然食品センターで大沢の豆乳きのこリゾットを260円、税込みで281円で購入いたしましたよ。これはこれで初体験、いい買い物をしたな。チャリーン。さて次はどこのスーパーに行こうかな。